今回購入紹介するのはハンテーンとタイニータンのコラボのです。で3種類一応、うんうん、ちょっと効能と色が違うのかな、うん、ってやつで紹介していきます。じゃあまず左側から、これがこれがカラーシャイン&リペアっていうヘアカラーのダメージ、ここに書いてある、ね、だからヘアカラー後のダメージケアに、あとここに押しヘア、ヘアラカツヤ限定デザイン、限定デザイン、これタイニータンね。じゃあこれ透明になってて超可愛い、中が透けてるんだよね。これもこれなんかちょっと白っぽい、ああそういうことのが入ってて、こっちは透明、シャンプーとトリートメント、うん、がめっちゃ透けてて可愛い。で裏側がこんな感じ、先月のシャンプーとトリートメント、うん、うん、何バターの衣装、ああそうだね、うん、バターのタイニーターン、そうが書かれてる、そうで、これが一つ目ね、うん、で二つ目がこちらになります。モイスチャー&パワーリペア、そう髪の繊維を内側から保湿、そうでダメージ髪もしっとり&滑らかです。これオレンジ色のパッケージ、そうだな、うん、色が違う、そうそうそう、で裏がこんな感じで、シャンプーとトリートピンクローズ&マンダリンオレンジの香り、そうみたい、うん、だからオレンジね、色はね、うん、って感じ。じゃあこれが2個目で、バターは変わらないね、うん、で最後がシルキーリペア、そう集中補修ケアでつるんがめ、つるんがめこの指通りシルキー滑らかで、これはこのなんつうの、薄いピンク、ピンク、薄いピンクだね、うん、かわいいです。で裏側がこんな感じ、ホワイトムスクのふんわり華やかな香り、そのシャンプーとトリートメントね、ってやつ、この3つ最初のやつは何だろう、ピンクローザンと、あれ同じ匂いやん、マンダリンオレンジの香りです。こんな感じ、うん、ね、何3種類、オラン、うん、いつもパンテーン使ってるから、まあ、これはね多分ちょっと高めのやつだと思うけど、うん、一番なんかあの安いやつっていうかコスパがすごい良くて髪の毛が一番なんかサラサラになるから、もともとパンテーン使ってるからめっちゃいいコラボになります。まあね、あのまあタイニータンっていうか、まあタイニータンなんだけど BTS、うん、うんうん、まだねこういうの出してくれてよかったって、そうもうあんまり出ないのかなと思って、うん、まあこういうのはいろいろほらな、使い切っちゃったとしても、そう。いろいろ詰め替えできる。洗って乾かしてね。うん、安い、いつものパンテン、ね。パンテン詰め替えるし。詰め替えたらね、この、そう、周りはほら、削れてなくならない限り、模様が、うん。使えるから。うん、そういう面では、うん、経済的っていうか、まあ、いいかな。残るからね。うん。っていう感じでーす。じゃあ以上はね、あのタイニータンと、うん、なんだっけ、パンテーン、パンテーンのコラボ、うん、商品の紹介でした。以上です。